週はみんなでネザーを探検したりいろいろやったりしたわけですが、今回はジエンドを目指したいと思います。はーい、イエーイ、イエーイ、ということで、それぞれ作ったやつをちょっとこう1週間の成果を見せてもらおうかということをやりたいと思います。はい、赤髪の友ですか、赤髪の友からかどうし、赤髪関さんにします、友関さんにします、どっちにします。いや、赤髪関さんで、あ、オッケーです。赤髪関さん、赤髪の友はここ1週間であの村人を増やすことに成功しまして、村人派遣屋さんを始めましたんで、欲しい人、村人、人材派遣ってことですか。そうですね、まあ、人材派遣、じゃあ人材派遣、これ道鳥ちゃん家までかなと思ったけど、鳥ちゃんの先もつないでたんだよね、これ、ね、あ、ベルサスさん家かな。そうですね、あの賄賂渡したんで、そこはヨッピーさんと解決しました。シャバ代、賄賂、シャバ代、シャバ代はいただきました。シャバ代あるんだ、はい、結構いいものを。これはあの隠しで、ここにあの弓矢の強い村人がそこに隠されてますんで。なるほど、あれ、いただきました、意味ある、隠してるんですか。ありがとうございます、いただきました。良ければ。危ないんだな、じゃあ使ってください。あんま行かない方がいいんだ。行ってもいいよね、罠はない。じゃあベルサスさん、はい、はい、ちょっと遠いんですけどついてきてください。なんで馬なんだよ、馬降りろ一人だけ早いな、早いね。まあ、ここの土地をほぼほぼ僕は占領してしまってるんですけど、すごい。まず手前からこれ馬を何匹か増やしたので、あの皆さんに差し上げます。牧場になってる。おい、殺すな、やめろ、育てろ、ちゃんと。で、ありますっていう風な感じですね。じゃあ来週の宿題ですね、人数分くらおよい。ああ、わかりました。もう釣りめっちゃしときます。多分本人は内部は皆さん自分で用意してくださいって言いたかったんで。関係ないから。宿題関係ない。見せたらもう用意しろしか言わないから。はい、それとあと僕自身なんですけど、ネザライト装備に全部しました。あ、すごい、本当だ。えぐ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 。すごい。キラキラだし。早いよ。ああ、惜しい。俺は装備に振っちゃいましたね。あ、道具か。なるほどね。ちょっとね、時間なくて。時間ないからパチモンですよ、これ。多分パチモンなの。ちなみにあのさっき言ったワイドっていうのはヨッピーさんにネザレティンゴと一個。もらってか。もらってたのか。一個だけ。一個だけ。渡しました。クラ俺たくさん10個以上持ってるんで、あのお金をいただければ。じゃあ宿題ね。あ、それもお前らケチばっかりか。デザライトインボット1個で、クラ1個渡すんで。じゃあまあ先にこっちで、まあ牛と羊を今たくさん育ててて、で、あと作物系もありまして、で、こっちの奥に今適当に立っているのが、あの今建築中なんですけど、PVP フィールド作ろうかなって思ってて。へぇ、で一応マップの形はあのバロラントのアセントと似たような感じにしています。リアルタイムないよ、リアルタイムで熱い話が出てきたな。すごいな。ここ壁抜きできる、ここ壁抜きできますか。壁抜きはできないですね。一応弓矢とあとなんかあの毒のポーションとかその他諸々系を作ってとか、エンダーパールでブリンクしてとかっていう風な感じで考えていて、あっていう風な感じでございます。ラフターだ、ラフターだ、ラフターだ、いつも誰か人、はい、次、そうなんですよね。次はい、で、まああとはいろんなサトキ畑とかあって、で、拠点ですね。拠点おしゃれだな。今までそのずっとこれ見た中めっちゃおしゃれだった。で、中はあのモルディブっていうリゾート地があるんですけど、それちょっとイメージした水上コテージ、マジかよな感じにしています。で、これ影モッドつけるとめちゃくちゃ綺麗に見えるんですよ、ね、1週間でやれる内容じゃないんですよ、あ、ほんとだ、すごい、すごい。で、一応なんかパーティー会場みたいな感じにして、で、まあベッドは、まあ、プライベートルームなんでちょっとドアをつけてみたいな。すげえなーこれ。で、キッチンもあって、本棚もあって、役職ブロックとかも置いたりしてっていう。すごい。シュリさんじゃないですか、次。あ、シュリさん、鳥場作ったんですよね。素晴らしい。なんで鳥がこんなにいんの。知らない、なんか知らんけどさ、うちらなんか作ろうとしたら誰かしらが邪魔しに来るけど。何やめて、誰か来るできないんだよね。たまにマグマ流れてるしね。ね、卵いっぱいある。本当だ、ここの下にマグマがある。本当はここの上に家を建てる。生まれた。あ、そうなんだ。あ、なるほど。家の中から穴取りしたろうと思って。
ああ、ユーチューブショートである、はい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 、そういう家。一番やってるのが今地下に村人を増やしてるんで、よかったら皆さんこれ使ってください。はいはいはい、はい。ここから入れます。はいはいはい。利用料タダにされると業界あれで。そうあの価格破壊が起きるんで、ちょっとあんまりそれはちょっとカルテルが発生しちゃうんでちょっと。うん、価格競争をしていくから。ああ、じゃあ上がってた上がってた上がってた。銀行の口座を教えておくんで現金でいいですか。リアルまで取んのかよ。それもそれでちょっと。300までなら。これあれですか。これ下にカーペット引くとダメージ食らわないんですか。これ雪があるんです。これ粉雪かな。粉雪に埋まらないようにしてる。ああ、すごい。衝撃吸収で。こんなことできる。じゃあ続きまして、豆腐さんと朱里さん一緒でいいやね。うん、一緒です。一緒でいいです。はい。あ、神宮寺さん。はい、神宮寺です。はい、村人をいただくにあたって鉄道を作ってたんですよ。はい、はい、はいはい。なので、まあこの橋から向こうの島を僕ん家にしたくて、ね、今。どうぞ。まあこの鉄道は人もらうのに使ってました。で、なんか。パッと見えると思うんですけど、外見いじる予定なくて、はいはいはい、あの島の中くり抜いてやろうと思ってます今。ほお、それは新しい。なんかアルカトラズみたいな感じの。何で牢獄目指すの。目指してて今。あ、すごい。ね。今くり抜いてるとこなんで、なんかまだ何もやれてないです。はいはいはい。僕は持ってないです。じゃあ天おじさん。はい、天ちゃんの番。いいんじゃねえよ。わあ、ごめん、神宮寺さんに引っ張られた。真面目に言ってんのかと思いました今。あれ道なくなってるよ。間違いに言ってたな。あれ道なくなってる。あれは潰すつもりでまだ途中なんですけど、お船ができました。上来てほしいですね。はい。やっぱ先下かな。あ、はい、下。はい。作業スペースと、はい、着替えルームです。ここまで終わってないです。はいはいはい、すごい。でここ下行ったら地下行けるんで。あ、本当だ。おお、すげえ。あ、エンチャント台と、あれ、ちょっと待って、なんかあれ、すごい、ここあれ、何そっちが畑、畑、ちょっとこっちなんか、ちょっとこっちなんか。エンジルームなんですか。やば闇すぎるやろこれ。やばいな。闇が深いな。捕まっとる。やば、囚人番号と。鳥を助けた。人んち壊したよ。名誉囚人。あ、入った。よかった、俺いなくて。ねえ。いや、ここあれインペルダウンです。インペルダウン。やば、絶対俺脱出するわそれ。残なんだ、これインペルダウンとアルカトラズがあるって。誰がレベル6じゃん。5.5 でしょ、トモさん極悪すぎるじゃないですか。こんなのってか。上っすか。上行くと、まあ。またじゃん。あー、燃えてんな。俺を入れないで、この4人の中に。射撃訓練場。おい、なんか炎上してる。炎上してるよ。あ、ごめんなさい。ごめんなさい、ジングルさん。ごめんなさい。ジングルさん、ごめん。ごめん、ごめん、ジングルさん。このネザーライト装備に攻撃されました。ごめんって、ごめんって。これ、上の顔狙ってないんだろ、これ、みんな。おい、上の顔でしょ。先輩の顔燃えてるよ。おい、一人だけえげつない音出してんの。カンキーンって。むしゃくしゃしたらここでエイモキ。むしゃくしゃしたら。そんなストレス溜まることあるの？これやばいな。これすごいな。これ何これ？あ、この鉛筆に作ったんで。トラップができてる。簡易ですけど簡易のトラップタワー作ったんで。すごい。へえ、トラップタワーなんだ。はい、テントティティ作れました。夜な夜なみんないないときにこそっと入ってやればいいって感じですね。TTT。多分そんなに困ることないと思います。あ、そっか、脇が分散しちゃうのか。30分で、いや、天空なんで。うっ、こわ、ガラス。30分で30レベルぐらい止まるように。へぇ、すごいね。はい、お、こわ。はいはいはい。ありがとうございます。火薬めっちゃあるのいいっすね。ありがたいっすね。確かに。そうっすね。高いな、これ。おぉ、
あ、ジグリさん死んだよ。何か入った何入った俺わからん。ここね、ハーフで下げてるからね、これ、その、背中につけないと。前おっしゃったんだ、ジグリさん。わかんないっす。僕、強弓がなくなっちゃった。あと誰だ、ホムラさん。鳥ちゃん。あ、鳥ちゃんはヨだから、ホムラさんじゃない。あ、ヨピーか、ホムラさん。あ、ヨなんだ。はい。ヨは最後なんです。宿命なんで。ずっとそう。そうですね、僕。今週ほとんど何もできてないんで先週の分になっちゃうんですけど、はいはい、ないですよ。こっち側に、まあ、畑とか牧場とかお家とか作りました。自分の縄張り領域するこれ、ね、入ってこれないように顔ばっか置いてます。でもなんだろうな、あと下にめちゃくちゃ深いブラマイ状作ったって。おーすげー深っ、いいや、いや本当だ、ある。皆さんよかったら使ってください。使うとこなかったらいいんですけど。ありがとうございます。うわー本当だ、なんかあれっすね、新宿の都営大江戸線みたいな感じっすね。リアルリアルリアル。確かに大江戸線地下深いからね。深い、確かに深い。降りるとその登ってくるまでのエスカレーターが長いからね。そうなんですよね、上がるときは毎回息切れるんですよね。わかる。降りたら死ぬかな。ヨッピーさん大丈夫ですか？いや、いいよ、俺のは。はい、そういう、わざと俺のは別に、うん。いや、ちょ、うち気になってる部分があるけどさ、鳥ちゃんって言ってほしいんだよね。鳥ちゃんって行こうや。何気になってる部分って。あ、でも鳥ちゃんにいつもお世話になってるしね、俺。鳥ちゃんね、うん。馬の名前変えた？いや、変えてないけど。え、ずっと。え、A の言い方おかしいで、やっぱり、あいつの犯人。何が、え、なんか、なんかね、そう、俺全然気づかなかったよ。ところにさ、家にね、ずっとこいつが何回も来るんよ。誰？あ、本当だ、名前変わってる。名前変わってるやん。どれだ、どれだ、ガウェインになってる。これあれじゃん、ライジングインパクトの主人公の名前じゃん。いやいや、分かっとるとかだ、トモさんだけやん。分からん。分かるけど。ライジングインパクトの主人公の名前。ガウェインなんだ。だってあれ、前ロバでしたよね、ヨッピーさん。俺ロバっていう名前だった。なんか物々しい名前になってる。ガウェインナナミ。ガウェインナナミ。僕の元カノの名前ですね、ナナミは。知らんやん。